で、どうしたのよ、こんなところまで来て。まあちょっとね。ちょっとって、わざわざ校舎裏まで連れてきておいて、それはないでしょ。まあそうかもしれないね。あの子のことね。まあそういう捉え方もできなくはないかもね。何が捉え方よ、ズバリそうなんでしょ。で、どうしたの。あれ、え、面白い。な、何。ううん、なんでもない。で、どうした。その年下って難しくない。年下が難しい。そのなんていうかな、た例えばだけどね、例えばミヤちゃんいるでしょ。あの子の妹さんよね。その可愛いからってこうすごく可愛がると嫌がって逃げちゃうし。逃げちゃうし。そのなんていうか、ちょうどいいバランスというか。らしくないわね。も？とりあえずいつものように本題をシャキッと言ってみなさいよ。むむむ。ちゃんと聞くから。年下の男の子に甘えたら変かな、嫌われないかな。なるほど、そういうことね。そういうことよ。ねえ。ん？どうしてそんなにあの兄弟に構うの？え？それはその。その？ほら。あの兄弟からは変なかまって光線が出てるのよね。かまって光線ね。そうなのよ。まあそういうことにしておくか。何よ。で、そのかまって光線にやられた遥はうまい具合にあの子をかまいたいと、そういうことよね。まあやられてはいないんだけどね。遥。何。思いっきり行きなさい。え？どういうこと？今度あの子に会ったら思いっきり、しかも大胆に甘えてみなよ。でも私年上だし。それは大丈夫。女性に甘えられたくない男性なんていないわよ。そうかな。
今度会ったらゴロニャーンって思いっきり甘えてみれば。ゴロニャーン。ええ、思いっきりね。中途半端はダメよ。本当に大丈夫？変な人だって思われないかな。大丈夫、安心していいわ。あ、うまくいったら私の分の掃除当番もよろしくね。うん、ありがとう響き。よし、今度かまって光線出してたら思いっきり可愛がっちゃうんだから、もうしょうがないな。いい？隙を見せているところを狙うのよ。特に背後から仕掛けるのが効果的ね。うんうん、なるほど。よし、やるわよ。期待してるわよ。任せて、目に物を見せてあげるわ。楽しみね。